指笛はなぜ遠くまで聞こえるの。ベネズエラ戦の時の稲葉監督。燃えろカーシャスタジアム始まるよ。どうもジャイアントジェンのカーシャだよ。なんとオーストラリア戦勝利。危なかったよねえ。周東選手の2投3投かの源田選手のあのセーフティースクイズ、あれがなかったね。危なかったですよね。昨日の配信でカーシャがオーストラリア戦は大丈夫じゃねえかって言ってたんですけど、プレミア中に大丈夫な試合なんかないよ。何が大丈夫なんだよ。昨日の配信のカーシャ、うん、さあここまでのリーグ表見てみましょう。スーパーラウンド、韓国、メキシコ、日本、1位通過のところが勝利しまして、やはり負けられない戦いが続くんですよ。そして今日はアメリカ戦。アメリカはどんなチームかと言いますと、メジャーには昇格してないマイナーリーガーメインなんですけども、来年メジャー昇格してやろうと意気込んでいるハングリー精神旺盛な若手の選手ばかりなんですね。だから要注意だよ。そしてなんといっても長打力、オープニングラウンドではなんとダントツの10本塁打、打ちすぎだよ。日本の先発がですね、高橋礼投手、前回のプエルトリコ戦で6回途中までパーフェクト、さすがの投球だったんですけど、やっぱアンダースローのねピッチャーがね、なかなか外国の選手対戦しないんで、高橋礼選手なら大丈夫じゃないでしょうか。いやだからさっき大丈夫な試合ないよって言ったばっかだよ。そしてここで要注意選手です。まず一人目はアデル選手、主に 1,2 番打っている選手なんですけども、などあのメジャーリーグの MLB の公式ホームページに載っているプロスペクトランキング、まあ若手有望株ランキングなんですけども、まあ新人王の資格を持っている選手の中で野球の専門家がランキングをつけているランキングがあるんですけども、アデル選手なんと5位の選手です。すごいよ。まあ、今後ねメジャーで活躍すること間違いなしの5ツールプレイヤー、ミート、長打、守備、走塁、送球力ね、この5ツールプレイヤーなんですけども、今のところなんと打率3割8分9厘、ホームラン1本、めちゃくちゃ打ってるよ。そしてもう一人、若手ばかりじゃないですよ、ベテランのフラッツ選手、9球団渡り歩いたキャッチャーなんですけども、主に8番打つんですけども、今のとこ打率5割、ホームラン2本、恐怖の8番バッターだよ。だから中軸でもう気合い入れて気抜けたところでクラッツ選手が来て打たれちゃうんですよ。気引き締めてよ。いや言わなくて分かってるよ。さあ最後に、カーシャといえばプロ野球助っ人外国人、アメリカ代表選手にも NPP に所属している選手がいるんですね。それがブランドン・ディクソン投手、まあ、オリックスの選手なんですけども、2013年から結構長いこと NPB にいる選手なんですけども、主にずっと先発で活躍されてたんですけども、今年からチームの事情でクローザーに回ったんですけども、なんと大活躍、球速もアップし、なんと144キロのナックルカーブを投げるとね、打てないよ。なかなか打てないんですよ。そんなディクソン選手、中継ぎで出てくるんじゃないでしょうか。というかディクソン選手がクローザーとして出てくる試合はもう負ける寸前の試合なんで、ディクソン選手を出さないように頑張ってよ。さあここでディクソン選手の情報言っていくよ。ディクソン選手、親日家すぎて、あの娘の名前に奈良県から取った奈良っていう名前にしました。どんだけ日本好きなんだよ。いや奈良って、奈良はおかしいでしょ。そしてディクソン選手、もう一つ情報あります。これはちょっととっておきなんで、あんまり人に言わないでください。いきますよ。ディクソン選手、汗もができやすいです。難攻見てよ。さあアメリカ戦の分析どうでしたでしょうか。なかなか苦戦する相手だと思うんですけども、高橋礼投手なら抑えてくれること間違いなしでしょう。期待してます。そんなアメリカ戦の予想をするよ。日本対アメリカ、4対2で日本の勝利。決まったよ。
これはね、確実にこの予想当たってますよ。いや、今んところずっと外してるよ。勝敗しか当たってないんですよ。でも今日は絶対当たるはずです。それでは、今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録お願いしまーす。チャンネル登録お願いだよ。 Twitter と Instagram のフォローもだよ。